もうめちゃめたゆき決めてくれオルンガって選手が、まあ、はいはい今いらっしゃいます。あれに重ねてこのフロートって選手がすごい嬉しい。日本代表の右と左そう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 ですよ。1ミリも興味ないのかい。ダブル順位で観戦したレイソル戦、はい、負けてません。不敗神話です。800人ぐらいの皆さんと一人一人交流してね、うんうん。どうもよろしくお願いします。ポチャル TV リュウちゃんです。よろしくお願いします。メイです。よろしくお願いします。いやメイちゃん昨日お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。ポチャトゥモ会、ポチャトゥモ、ポチャトゥモ、ハッシュタグポチャトゥモでね、すごい楽しかったね。すごい楽しかったです。うん、なんだろう、ポチャトゥモでつながる、うん、出会いみたいな。なんかポチャトゥモが初めましてでこう出会った方々も、確かにね、会が終わる頃には、うん、すごいみんなニコニコと、うん、同じテーブルの方々とお話しされていて、うん、すごい嬉しかったですよね。確かに昨日一番盛り上がった人じゃないですか。雪山さんですかね。後ろで照れ笑いというか、でもそれくらい本当楽しい回でしたよね。そうなの、飲みすぎちゃうぐらいね、楽しい回だったんで、本当ありがとうございました。来てくださった皆様本当にありがとうございました。また夏なんかカッチョがバーベキューやるって言ってたんで、カッチョさんよろしくお願いします。なんか盛り上がってました。うわぁ出た出た、あぁメンバー変わってんじゃん。あぁ待ってます。いや15節の柏レイソル選手、はい、どうですか。なんと言っても、はい、来ました。何、9番ネアンドロダミアン選手が、エルダミアンね。初めて聞いたんだけど。もう一回言う。いい久々にベンチに、うー、メンバーなんです。今日エルダミアン、ちょっとガチの顔見て、渋い顔してる。いやすごいね。いやこのタイミングでのメンバー入りは嬉しいですね。嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しい。今ちょっとね、巻きが続いているので、今日はね絶対に勝って終わりたいなと思います。はい、絶対勝ちます。優がスタメンです今日。あります。いきます。ということで、はい、めいちゃん、黄色い人たちもいらっしゃるので、青と黄色の人たちに。インタビュー頑張りましょう。何やってんの。あ、パンチか。それじゃあめちゃん、言ってみよう。勝利を掴め。顔だけ出てるから。いらっしゃいませ。マイクいらないでしょ。いらっしゃい、もう。いらっしゃいませ。どうもどうも。ご結婚でございます。すみません。最高だよ。いやマイクいらない、マイクいらないですよ。いらないです、ね、また今年も映んなきゃ。楽しいんだそれ逆に見つけられちゃった。今年もどうもめちゃーどうもどうもどうも待ってました。ありがとうございます。待ってました。見てーって待ってました。マジで、俺ね一人でもできるから。芸人おばちゃんね、芸人さんすか。違うよ違うよ、僕はほらちゃんと神経質針打ってますからね。すごいっすよね。今日もね往診帰りで来てますから。すげえ、はい、いやなんか嬉しいっす。嬉しいっす、お会いできて。本当に本当、あの年末ありがとうございました。こちらこそ楽しかったです。嬉しいっすよ本当に。あ、ちょっと待って待って、寿司じゃあもう始まったんだこれ、なんかそうだ始まっちゃってんだよ。いらっしゃい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 。やばなんすかこれは。
なんすか、なんすかこれ。お父さんっていうの。また雪が降ってくれ。の寿司。寿司。やば。これ持って応援するんですか。もちろんです。面白い。やば。それこれはこれで売ってるんですか。売ってないです。自分で買って。ですよ。サンプルを買ったの。そう。ただ一人ですか。バカですか。バカです。あのレイソルサポーターにインタビューするんですけど、はい、もう黄色よくないですか。あ、もうお腹いっぱいやってる。お腹いっぱいなっちゃってる。ちょっとレイソル、レイソルシーダーでかい、でかい。アウェイズ。え、アウェイズ。あ、俺ホームだろ。ポチャフローって言うとなんかこうさ、我が家のリビング帰ってきちゃったみたいな感じ。嬉しい、嬉しい。そう、それが嬉しい。いや、もう嬉しい。編集が多分大変。じゃあ、カチョさんにうまいことやってもらって。すいません、私おかけします。あ、チャーシューの人か。チャーシューの人が作った。マジかよ。姉ちゃんからのがいい。当たり前じゃん。だから今、当たり前じゃん。だから言ったんですよ。あ、チャーシューの。そうなんです。お茶風呂。お茶風呂。チャーシューね。ありがとうございます。ありがとうございます。3?3。せーの、ちょっとさ、ちょっとやね、今ね、ちょっと、言うてもこれはダメよ。やるか。せーの、お茶の3周年おめでとう。ありがとうございます。3、2、1、3周年。まず柏レイソルを好きになったきっかけを教えてください。きっかけはモトさん、全力行こうよ。弱々しいやん。カメラ向けられると緊張しちゃって。いやいや、らしくない。違う違う、元気良すぎなんすよ。体もでけえし、声もでけえし、ほんとに態度だけちっちゃった。そら、あ、でけえんだよ。小学校の時に無料券みたいなで、試合は勝ったか負けたか覚えてないですけど、なんかもうすごい楽しくて、そっからもうこれ行って、それを行って、そっからずっともうひたすら行きまくって、そっからそっから、いやー長いっすじゃ、歴は長いっすよ。普通にお二人のご関係とか、うん、いやー確かに、うぅぅ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 。あ、でも私は彼に連れてってもらったの。うわー、これなんすよ、サッカーってこれなんすよ、やっぱり彼のおかげでだし、彼のこともだしね。あ、だだだ、ありがとうございます。いい、いい、いいよ。そう、推しの選手っていらっしゃいますか。推しの選手は田中隼人。田中隼人選手、推しが推しに隠れちゃってたから。やだやだ、困ったもんだよ。これ、編集泣かすだよ。大変。で、どういうところ好きだ。やっぱり若いのに落ち着いて縦に速いパスとか、うお、視野が広いところが。ああ、専門的。あ、なんか西村来た。二頭、二頭来たよ。えや。あっちの方がいい。こっちだ。やば。僕です。はい。ちょっと撮る？ここ。入るよ。YouTube。フロントあるの。ポチャフラ。ポチャフラ。やっと。写真作ったの。あと出てもらってもいい？大丈夫ですか？ちょっとあの美男美女カップル、いいっすか、推しの選手。今、まあ、正直、はい、推しっていうのはあんまりいなくて。あ、はいはい、もうチームみたいな。チームが、いやー、いいですね。で、まあ、一応、まあ、一応ね、オルンガって選手が、まあ、はいはい、今いらっしゃいます。あれに重ねて、このフロートって選手が、フロート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 、オランダ人。あー、ジェイロイフロート、ジェイロイフロート、ジェイロイフロート。どういうとこ好きですか。体重が100キロあるもん。あ、うん、いや、ほんとそれで、あ、本当に身長でかくて、体重あって、はい、早オルンガだよ。正直まだ大したプレーしてないですけど。今日ですか。今日、もう、今日、もう、あ、今日絶対好きになる。俺も逆に嫌いになっちゃうかもしれない。やられちゃった。俺も好きになるかもしれない。今日こそ活躍してほしい。すいません、あってました。ありがとうございます。お土産のデッカーを作ってくれて、色違うんですけど、違う品だよ、違う品だよ。
せーの、おじゃらありがとうございました。いやちょっとあれ似てらっしゃいます。似てるっていうか本物。あ、本物なんだ。2人か。今早すぎて2人に見えた。あ、そういうこと。あ、そういうことか。残像ですよ。視聴者の皆さん、今1人です。1人ですか。実は1人です。実は1人。あ、皆さん2人に見えるんですね。あ、1人です。やっぱり1人遅いのよ。ではちょっと自己紹介からいいですかね。はい、お前はいいよ。なんで？カオリだ。カオリだぞ。一ミリも興味ないのかい？まだ。お前。あら。あら。何を出しとけたんだよ。人生。どうも。伊藤のカオリです。ショッピーさんです。伊藤純也選手のそっくりモノマネタレントする二藤純也です。二藤純也。よろしくお願いします。お願いします。そして同じく伊藤純也選手のモノマネをしている伊藤不純也です。2人揃って本物の伊藤純也です。もうちょい練習してもらっていいですか。いいですか。もうちょい練習してもらっていいですか。ちょっと1時間もらっていいですか。いや、すごくないっすよ。ありがとう、ありがたいっすよ。ありがたいっすよ。いやいや、こちらこそありがたいっすよ。いや、こちらこそありあの、メイちゃん、ツイッターで見てますから。あ、俺はよ。あ、俺はよ。こっちだけ。多いのよ、マジで。メイちゃん見てますよ。メイちゃん可愛い。メイちゃん好き。リュウちゃんはよ。でも、リュウちゃんさんは、この間とかも、僕、あの、漫才協会っていうとこ入ってて、漫才とかやってるんですけど、それ、お忍びで来てくれました。おぉ、心意気なんですよ、本当に。うわ、優しい人なんじゃん。はい。プラス、あの、僕が三笘選手のフロンターレ時代のユニフォームを手に入れようとしたら詐欺にあっちゃって。そうなんですよ。その人は、本当に本当ですか。申し訳ないですか。マジで、あの、2万弱ぐらい吸ったんですけど、はい。そしたら、それを聞き行かれたゆうちゃんさんが、なんと三笘選手のやつをお貸ししてくれて。あ、そうなの。そうなの。そうなの。マジで最悪そのままもらおうかなと思ってるんですよ。自分のってどうですよ。だって自分の俺のだよって言ってましたよ、さっき。はい、ゲット、ゲットしますよって。え、これって欲しいな、俺。あげたんだって。めちゃめちゃいい人だった。そうなんですね。いや、めちゃめちゃそんなフォームだったなんて知らなかった。素晴らしい。3人のご関係ってどんな感じなんですか。僕からしたら先輩先輩です。あ、そうなんですか。僕一番後輩。リアルの関係の。リアルの一番後輩ですか。そうそう。はい、一番先輩で真ん中。長男次男三男。あ、長男次男。はい。そんな。でもあのモノマネなんで、はい、全然そうなの。右右左です。右右左。すごいですよね、このね。いや、すごい嬉しい。日本代表の右と左。そう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 ですよ。本当に右に立ち上がったりいるけど。そうですね。あ、ちょっと左です。走り方見せた方がいいんじゃない。走り方見せましょうか。伊藤純也選手の走り方モノマネ。これ彼氏と思ったのと違ったな。ごめんなさい、何にも手応えがなかった。分裂するやつやってくれるかなと思って。分裂のやつか。やめましょう。あの伊藤純也選手にモノマネをしたきっかけとかは、あのワールドカップの最終予選の時に、まあ、周りからちょっと似てるんじゃないかと。あら、髪の毛の色変えて。そうですね。もうだからこれはあの伊藤純也選手が柏レイソル時代に、はい、行ってた美容室に行って同じ髪型にしてもらってます。マジっすか。はい、リアルデザインギャラリーさんっていうリアル BG っていう。はい、あ、向こうこちらで、はい、いつも内容が入るんですか。その当時担当してた矢口さんっていう店長の、はい、矢口さんが僕を切ってくれて、はい、もうなんか、OK、純也にしてやるよっつって、もうこれ、はい、この人が切ってたんで、伊藤純也選手の髪を切ってて、カラーも全部やってた人に同じにしてもらった。いやいや、次のワールドカップも絶対選ばれると思うんで、もうそこまでずっと、もうゴリゴリやっていこうかなって感じです。あ、で、あともう一個あると、はい、伊藤純也選手神奈川大学出身なんですよ。はい、僕実は神奈川大学出身で、そういうご縁もあるんですよね。だから、なんか昔柏に住んでらっしゃる。昔柏に住んでて、だからなんかいろんなご縁が、だからどんどん寄ってったなんか、はい。でも、なるべくしてなった。どっちが寄ってったんですか、でもね。僕が寄ってったんで。寄らせてもらって。最高です。ありがとうございます。歴的には、伊藤不純也めちゃめちゃ長いんですよ。そうなんですか。結構見てます。そう、僕あの、ロシアワールドカップ終わった後に、純也さんが、
代表に選ばれてからすぐにモノマネ始めたんで、やっぱりちょっと似てるかも。酒井宏樹選手のモノマネしてるクロワッサンさんという人がいて、その人に似てるって言われてそこから始めました。そうなんだ。だからなんかややこしいんですよね。芸歴上だけど、そのモノマネ歴、純也歴は長いです。純也歴長いです。だからごっちゃごちゃじゃないですか。ごちゃごちゃで、日テレ神戸の酒井豪徳選手のモノマネしてる雄星と、そうですよね、はい、そうです、雄星ありますよ。そうです、そうです。九州男子です。すごい、知ってたわけだけど、イケメンする人にもね、そうしよう。まあ、伊藤純也選手に似てるんで、やっぱイケメンがやっぱね、キープしていかないといけないなと。自分で言った、自分で言っちゃって。めいちゃん的にどうすか、このかっこいいですか。素敵だと思います。一番いい、メイゲームメイゲームボタンありますよ。ボタン押しましたよ。素敵な、素敵です、素敵だと思います。素敵だと思います。素敵です。いや、嬉しい。ちょっと今日ね、多分もう人気もだと思うんで、すみません、なんかね、ボタフロさんに出たい人いっぱいいると思うんで。そうそうそう、はい、いや、もう、その一つですか。もう尺 OK ですよ。なんか、めいちゃん聞きたいことあるな。ボタンあんま興味ないですか。ちなみに、レイソルは、こうして大きい見に行くんですか。あ、あります、あります。ある、出た出た出た。まだまだ、あ、まだか。あ、レイソルよく見に行かれるんですか。いやいやいや、このままそのまま使う、流しただけですよ、これ。レイソルの試合もね、2人で見に行きますね。なんとダブル純也で観戦したレイソル戦、負けてません。不敗神話です。あんだけ調子が良くない柏レイソルが、はい、なぜかこの2人が見に行くと負けない。なるほど。ただ勝たない。いや、それどうなんですか。負けてないだけなんです。負けてないだけです。負けてないです。負けないは大丈夫です。負けてないですよ。負けてないですよ。もうもう同点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 。ちなみに一緒に見た、はい、あのスタッドランス、はい、伊藤純也選手がいるスタッドランスの試合も負けたことないです。ないです。すごくないですか。すごいっすね。だから今日も負けません。言ったけど勝てない。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。でもこれで一本になっちゃうぐらいですもん。いや、もう、いや、ありがとうございます。本当にさすがの回しで、本当に本当にさすがの回しで、さすがの本当にステッカー作ってまして、ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか。はい、サンダスピン前回もらった時にちゃんとあのフロンターレファンの人に僕あげましたから、ちゃんと。あ、そうだよね、言ってください。3周年、これ3周年の、すげえ、すごい。落とす。ユーチューバー。これに貼ったらやばい。それ。せーの。こちら。ありがとうございました。いや、結構賑やかだったね今日。すごい賑やかでしたね。やばかったね。賑やかすぎて。どうでした今日のインタビューは。レイソルサポさんたち の、 そのイエローのカラーのように、うん、本当に明るい方が本当に多くて。明るいよね。こっちまで元気になっちゃいますよね。確かに、うん、どうでした。初めてサッカースタジアムに来たんですけど、思ったより人がたくさんいてすごいびっくりしてます。何歳ですか。今年で27になる年。2と7ってなんで出てできないの。ありがとうございました。ちゃんちゃん、あっ、あいつちゃんちゃん落ちたよ。ご社長も会お疲れ様。ありがとうございました。皆さん、あのお越しいただいた皆さん本当にありがとうございました。すげえ大盛況だったね。いやー、びっくりしましたね。蓋開けてみたら多分100人前後入ってましたね、あれはね。ギリギリ、まあ、店内入ったかな。入った、うん、入ったね。ちょっとね、あの手狭だったんですけど、うん、800人ぐらいの皆さんと一人一人交流してね、うん、あの、すごい楽しかったです。いや、いねえよ。いなかった。ちなみに何時来られたんでしょう。一応、7時半会場の8時スタートだったんですけど、友山さん、何時に来られました。9時ぐらいかな。1時間1時間主役いなくてポチャフロだけで頑張って。いや、もう本当に僕よりアクアラインを攻めてました。あんなに混むんだって。昨日ゴルフ行かれてたの。ゴルフ行ってきました。それで帰りに自己状態でハマって、ハマってこれ動かねえな。真っ赤だな。真っ赤だな。1時間20分無理だこんなの。どうでしょう。ありがとうございました。すげえ楽しかった。ありがとうございました。またやりましょう。はい、ぜひ。というわけで本日のポチャフロ TV は以上となります。
せーの、ごちゃごちゃ。はい。せーの。お歌よみんなを笑顔にしたい、楽しんで生きていきたい、たくさん太陽浴びてみんなで Let's smile。 明るい日差しの中さんさん気持ちがいい、鳥たちも笑ってる、今日も勝てる気がする、大きな夢に向かい自分信じて戦うよ、背筋伸ばして前向いて勝利をつかめ、みんなを笑顔にしたい、楽しんで生きていきたい、たくさん太陽を浴びてみんなで Let's smile、 みんなの笑顔が見たい、楽しんだ思い出が帰る、たくさん太陽を浴びてみんなで Let's smile。